揃えようと思ってね、江戸中駆けずりになって、その夜のやつだから仕入れてきたんですよ。おかげでこちらへ来るのは2日ばかり遅れましたがね。その代わり、このちゃん、ちょっと、すごいものばかりですね。でも、こんなにいいものだったら、とても私たちの手には。まあ、流してください。ね、長年のおなじみ様に、じゃあ私も、独特の日の商いをさせてもらいましょうよ。沼の奥さん、何をぼんやりご覧になってるんです。いいですな、宿の若夫婦ですな。嬉しい頃ですな。あなたのようなお方でもああいう風景を見ると羨ましい気になるもんですから。羨ましい？ご冗談にしゃバカバカしい。誰があんなの？それはそうですと思う。あんなのみっともないぐらいのもんで。あのね、小山さん、あなた鉄道をご覧になるのがお上手なんですってね。いやそれほどでもありませんがね。自分ではいささか自信は持っているんですがね。私の鉄道を見ていただけません？え、あなたのお手を。いやですよ、お手だなんて。あの晩ご飯のお休みになったらお遊びがあったら私の部屋いらっしゃいませ。ありがとうございます。あの私が新夫婦の部屋を覗き込んでたなんて誰にもおっしゃらないでくださいましな。私はもうこれできっぱりこの心を入れ替えるよ。女なんか見向きもしまい。日蓮様に誓いを立てるよ。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。ありがとうございます。我が旦那さえその気になってくだされば、大旦那様のお喜びもさぞかし。ありがとうございます。信をしているようでございますな。ああ、この家の若夫婦の居間を建てましているんだよ。ああちょっと見ようか。あれ、お雪坊じゃない。すっかりあんないい子になっちゃって、もうすっかり一人前だ。お雪坊、どうもわざわざお使いをいただきまして、ありがとうございます。いやいや、
おめえ四五時前になって旦那の方からせつかれちゃって人では足りねえし言われたんだよ。で誰かがおめえの体が相手やしねえかって話が出たもんでね。まあ、そいつは渡りに船だってことでよ。どうもありがとうございます。何しろご承知の通り生な腕でお役に立つかどうか分かりませんが、まあよろしくお聞きましょう。そうか、よかったよかった。はい、どうもありがとうございます。よかったよかった。いや勘弁しなよ。これは俺が悪かったんだよ。この材木に縄をかけずに置いたのは俺が倒しちゃった。なあ、こいつがまともに当たった日には間違いなしこの世とさらばだ。俺がこいつは足は縄かけてきた。頼む。少しぐらい取り外すに手間を食うようにも構わないから、はい、頑丈にしておいてくれ。まだかい。どうしたな。一体いつまでかかるんだ。そんなにおっしゃっても女は支度に暇のかかるものでございますよ。だってこの分じゃ明るいうちに向こうに着くどころか出かける頃には日が暮れそうだよ。まあ憎らしい。まあお嬢様じゃなかった奥様、そんなことなすったらせっかくの着付けが。さあおたび。いやあなた、あっち向いてらっしゃいよ。どうして。わからない旦那様ですね。お嬢様が、いえ奥様が旅を吐きになるお姿を見られるのは嫌なんでございますって。それは恥ずかしいのかい。さあ早くそのことしなくれますよ。さあお嬢様、奥様、この場に早く。そうと言ってもほどもありますよ。これは過ちだなんて許しておけるものではございません。で、誰がやったことか、きっと本人の突き止め。あ、奥様。今日、奥様のこの旅に手を触れた人は誰と誰じゃ。番頭さん。手をつけたといえば、私がつい今差し上げたばっかりですから。何を言うの。あんたはただ、私に渡してくれただけじゃないの。あのお支度のご用意をしたのは誰だ。あのおたけさんです。何、おたけ。はてね、これお前さん、剣難の層が現れてるよ。剣難って、板前になれば包丁で怪我をするとか、まあそんなところじゃが、さて女中となるとな、それに小さく現れているが、これは釘を踏み抜くか、それとも針を刺すかな。やだ、ばかりながら私は小さい時からお財布では指一つついたことがないのは自慢ですのよ。小旦那さんってさ、当てにならないわ。そうかな。おたけさん。はい、ここよ。何？あんた大変よ。今若奥様のために針が入って、おけがなったんだけどね。それがあんたのせいになったのよ。で、番頭さんすぐ連れてこいってカンカンだと怒ったの。私の？冗談じゃないわ。なんたる名察、果たして女中を剣難に教わる。はあ、恐るべし恐るべし。覚えがない。覚えがないで済むことと事が違うんだよ。入れない針がそれなら
どうして入っていたんだ。番頭さん、それはあんまりな。何があんまりだ。この度に手を触れたのはお前だけなんだぜ。私です。お許しください。私なんです。私が悪いんです。何を言うの、おゆきちゃん。いいえ、私なんです。私なんです。私、いつかおたけさんにお裁縫を習っていたとき、奥様に呼ばれて、そのまま立ってお召し物を片付けるお手伝いをしたことがございました。その後で針を数えてみたら、どうしても一本足りません。針の粗相をするといつもおたけさんに叱られます。それが怖くて、その時ついそのまま黙ってしまいましたけど、今日のその針はきっとその時私が襲い出したものに違いございません。針の始末をあんなにやかましく言うおたけさんがそんなことをなさるはずがございません。私なんです。私がしたんです。奥様、申し訳ございません。どのようにでもお仕置きくださいます、奥様。おゆきちゃん、おたけさん、すいません。もういいわ、そんな泣かないで。ねえおゆき、何とがでもないのよ。私が運が悪かっただけ。もちろんおたけのせいでもないし、かといってお前のなくした針がきっとこの針に違いないとも言える道理がないわ。そんなこと言えば、私だってこのうちに来てからずいぶん針をなくしてんのよ。そうだわ、これきっと私が自分で粗相した針なんだわ。いいえ、そうよ、奥様、きっとそうなのよ。それなのにこんなにみんなを騒がしたりしてごめんね。奥様。奥様にそんなにおっしゃっていただいては、ただありがとうございます。何をごたごた。あ、お母様、騒いでいるんだよ。すいません。何をするんだよ、静かに寝てなきゃダメじゃないか。熱を持って産んだらどうするんだ。いいんだよ。お母さん、足に針を刺したんです。そりゃ大変だ。さあさあ、ゆっくり養生するといいよ。私がこの家へ嫁に来た頃は、毎日毎日仕事の山で、一日に二、三度ぐらいは指先をつかない日はなかったが、それでも休む暇もなく縫い続けたもんだがね。お嬢様。おしめ。という時代でね、針事件もお行き棒の意地らしい訴えで、感激のうちに幕が下りたというわけですよ。なかなか関心な子ですな。一つ私がその子の手相を見てやりましょう。そういう子はきっと立身出世をして幸せになる運が現れているに違いはない。一つ見てやりましょう。ぜひ見てくださいよ。失礼ながら権利を私がいくらでも奮発しましょう。私は彼女を一目見た時からもう他人でないような気がするのです。ねえ高山堂さん、彼女の手相はきっとある立派な貴重に富んだ若者が彼女の行く手に現れて、温かい救いの手を差し伸べようというような、そんな印が現れているに違いありません。ねえ高山堂さん、あなたその若者は誰だと思います。南妙法蓮華経。南妙法蓮華経。ところでね、高山堂さん、これにはまだその後の聞き込みがあるんですよ。へえ、それではその針事件はそれですっかり幕というわけじゃないんで。いや、どうもね、針事件でも植木坊やおたけなんかの不始末じゃないらしいんですね。それだと何ですかね、これは誰かの企みで。いやね、ひとまず落ち着いてからおじさんが主人にそらが打ち明けたところによれば、こんなことは実は一二度のはずあったんだそうですよ。どうもただの間違いとは思えない。ああ、こりゃ誰かが自分を恨んで呪ってこんなことをしたんじゃないかってね。分かった。
のババリちゃん。アパート言うと、清次郎の母親も。いや、実はね、私もてっきりそうと見られましたよ。よくあることだ。うっかりできないもんですよ。私の町内では、一度嫁殺しがありましたがね、まさかいくら何でも親だからってんで、権威が他のものばかりにかかって、なかなか見つかりませんでしたからね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。15日、おゆきちゃんのお姉さんの命日だったね。親子揃ってお墓参り行ってきたんだね。うん。おゆき、仏様にあげたもんで失礼だが、その干し柿よかったらお通夜さんに召し上がってもらいな。うん。はい、お土産。あら、ごちそうさま。手が汚れてるから口の中入れてよ。うん。長くお邪魔するんじゃないよ。はい。ああ、本当にいいお父さんね。おゆきちゃん姉さんが死んでもあんないいお父さんがいるから幸せもんだね。うん。うん。何でもないの。じゃないか、ゆきちゃん。本職だもん。まったく。本当よ。私、姉ちゃんと江戸で暮らしてた時、お通夜さんみたいにこの商売したことあるんだもん。本当？本当。まあ、おゆきちゃん、小さい時からいろいろ苦労したんだね。さあ、どうぞ。奥様、お手をどうぞというところですな。あら、いらっしゃい。どうしたの？ずいぶん遅かったじゃないの？こちらは鉱山堂さんとおっしゃって、やっぱりこの宿にご滞在なさってらっしゃる方なのよ。鉱山堂さん、私の兄でございます。ああ、これはこれはな。源氏と申します。この度は妹が一言ならず可愛がっていただいているようで。可愛がって？いや、とんでもない。むしろ憎んで、いや、これはいかん。ではまた後ほど。なんだよ、カラス売りは。カラス売り？カラス売りはちょっと酷でげしょ。それで清次郎の方どうした？うまく捕まえたか？それがさあ、あんた捕まえるどころか、あのもらいたてのほやほやのそばにばっかりへばりついててさ、たまに闇屋の星みたいにチラッと見るかと思うと、大熱々のところを遠くから見せつけられるだけなのよ。あ、おかえりさん。どうも、こんな取り散らしている仕事は恐れ入りますね。あ、なんだか足に気がなったとか聞きましたが、いいんですか？おかげさまで。そうですか。まあ、ずいぶん進みましたのね。ええ、ちょうど腕のいい職人が助けに来てくれましたんでね。大助かりなんですよ。あ、トミー、トミー、へ。おかげさんだ、挨拶しねえか。え、どうぞ。富蔵とのシャツ、どうぞよろしく。こんなところにいなかった。お、お出かけでございますか？いってらっしゃいまし。お前の人は虫がつかんというのか。私は気になって仕方がないよ。きれいなところでいただこうじゃないか。どうもごちそうさまでした。じゃあごめんください。
任せられたぞ。 その犯人は一体誰ですか。お店ののれんのことも
それを手土産に持っていけば、いくら気難しさの親分だって嫌とおっしゃるめ。嫌とはおっしゃるめ。それに対し、宿賃などは決して申し受けませんというのが答えられない。なるほど、それは答えられない。前祝いに俺は今夜飲んだろう。前祝いに俺も今夜飲んだ。真似をするな。飲まんぞ。あれ、これは偉い損じゃ。ごもっとも。貨幣親分は、この間一人娘のおみすさんというのに、石の子分の文吉という人を婿に取って後を譲り、今は楽隠居の身になったという噂を聞きましたがね。なに、年から言えばまだまだ隠居するってからじゃありません。この石の子分の文吉という人も親分まさり評判の腕だそうですがね。これは現に、南の御用を受けたまわっていて、とてもこんな土地へは頼めますまいが、貨幣親分なら私がこれから江戸へ果て帰り、これこれこうとお願いしましたら、生来は気に強いお方、留守を若い者夫婦に任せて、きっとこうしてお父っつぁんに勧められて二人で旅に出て、のんびり二人きりで暮らしてると、心からしみしみ私は幸せだなって思えんの。ねえあんた、私ね、何でもない時でもニヤニヤ笑えてくんの。おかしいわね。うん。あら、おかしくないわよ。私これが当然のことだと思うわ。うん。あんた、何を言ってもうんうんなのね。うん。怒るわよ。うん。では怒んないわ。せっかく大切なお父さんに不自由な思いをかけて、こうやって楽しい旅に来てるんだもん。怒るなんて大切な時間を無駄遣いにして、こんなもったいないことないもんね。うん。あんた一体私の言うこと聞いてんの？うん。嘘。聞いてないんでしょ？うん。あんた運の他に何か別の返事できないの？うん。ねえあんた、うん、私ね、盲線からかんざしのいいの欲しいと思ってたんだけど、山城屋の徳さんが白椿の素晴らしいの持ってるらしいから、ねえそれ買ってもいいでしょ？いけねえよ。ご用聞きはこの家に。だから私たちも、もうあんまりグズグズしてられないよ。容量のいいとこでうまくやってさっさと消えちまわないと。そのご用聞ってのは、なんでも七人場の犯人なんかも縛ったも同然だと威張ってるんだってからね。相当のやつらしいよ。あの義兵さん、いくらなんでも今夜という今夜に、はい、いえ、ことは人様の命に関わること、一刻遅れたために取り返しのつかないことになった後で悔やんでも落ち着きません。では若旦那のことはよろしくお願いいたします。もし少しでも変な様子が見えましたら、すぐに横からお題目を。はい、かしこまりました。きっとお頼み申します。いけないよこの人は。本当にやる気だよ。じゃあ行ってまいります。あ、もしもしもし、あの私、失礼でございますが、もしやあなたは神田の貨幣親分のお嬢様じゃ。そうですか。ええ、私貨幣の娘のおみつです。やっぱりそうですか。旦那、まるで夢のようだ。この娘はこれから私が訪ねていこうとする。え、それじゃ、何も隠さないで言ってくれよ。それはもう親方に何も。おめえ何だってこの平木屋のおかみさんをあの不審場で殺そうとしたんだよ。え、俺が慌てるな、トミー。何も、俺はお
めえに白状させてお上に突き出そうって気で言ってるんじゃねえんだ。若い奴らわざわざ遊びに出してやって、こうしておめえと差し向かいになって聞いてるんだ。不審場のあれはおめえの仕業だろ。とんでもねえ親方、俺は決してそんな。見つけねえぞ、トミ。おう、俺の目を伏し穴にする気か。トミ、不審場でおめえをおかみさんに引き合わせた時の様子、俺が気づかずにいると思ってんのか。まあいい、いいもの見せてやるから、ちょっと待ってな。あの材木にかけてあったなあだ。これが一人でにちぎれたなあか。立派に刃物を切り口だぜ。俺の目についたからよかったんだ。こうして隠してる俺の気持ちがてめえには分かれねえのか。親方、親方の気持ちは身にしみて嬉しいございます。親方、こうなれば何もかもあらざらいお話しいたしましょう。うん、行ってくるか。親方、実は好みもない方が、しかもこの宿に泊まっていなさるというのにな。自分の亭主のことをこういうのもおかしいんですが、そりゃあの人だったらお頼みのことぐらい、それこそ遊び芝居の仕事だと思います。うちのお父さんがとても分にはかなわねえって感心してるんですから。だけどこれが江戸にいる時の話なら何のこともないんですけど、何しろ坊のことをすっぱり忘れるために出かけてきた旅なんですし、話をしてもこの土地に大感謝があるはずだなんて言われるに決まってますわ。ご無理を申し上げてすいません。いいえ、ごめんなさい。ねえ、こういたしましょうか。この事件、私が先にちょっと手をつけてみてはいけません？え？あなたが？ええ、女だてらにとお思いでしょうが、私も目明かしのうちに生まれて育ってきたんですし、現に目明かしの亭主を持っております。門前の小僧でアホだらけぐらいはあげられるかもしれませんよ。それに私がいよいよ困ったら、うちの人だってほっとくわけにもいかないじゃありませんか。あ、なるほど。しかし相手はどんな。いいえ、ご心配はありがとうございますが、実は内緒で父から投げ縄手ほどきを受けておりますの。え、あの投げ縄を。大丈夫でございます。ご心配になることは何にもございません。守ってやろう。犯人も探してやろうってんでね、その竹の間の奥さんが乗り出してきたっていうわけですよ。しかし、女ですからね。いざとなると。いや、ところが、三人はなった気がさ。ねえ、あんた、あの奥さん、あれでね、投げ縄にかけちゃ、父親はやらずの家兵親分さんの手ほどきで、なかなかの野郎なんかそばにも、売りつけねえ腕前だそうですよ。しかもね、同じにとっちゃ吉岡流の使い手。そうだ。いや、どうしました？いや、あんまり話が面白いんで、思わず足を滑らしましたよ。その竹の間の亭主ってのも、ご多分に漏れず占いのキュウリみたいなやつに違いありませんや。ねえ、あなた、そう思いませんか？おせ、ごもっとんでございます。どうもすみません。え、
にもなるのよ。毎日どうかして一目でもいいから会いたいと思って、こうやって網を張って待ってたって。不正さんたら憎らしい、新しいお嫁さんのそばにばっかりへばりついててさ、廊下にだって出てきやしないんだもん。私も本当にどのくらい。よし、セーター、そんな強いふりして私踏みつけにしてもいいの？ご大切な奥さん可愛くないの？私を敵に回せば相当怖い女のはずよ。私だって材木ぐらい倒せないことないんですものね。え、まさかお前。冗談じゃない、あれ私がやったんじゃないわよ。だけどさ、私だってできないことはないっていうのよ、ものの話がね。ちょっと相談があるの。私の部屋まで来てちょうだい。よし、てくれ。待って待ってったら大きい声出すわよ。ねえ、どうして逃げるの？テロだ。この清次郎は、なるほど昔は女ぐるみでした。多少の罪も女に対して犯したことはないとは言えないかもしれない。しかし今は違うんだ。私も心を改めて今の女房をもらったんだ。私には過ぎるほど気立ての優しい可愛い女房だ。お前の誘惑や脅し文句に乗るような今の清次郎じゃないんだ。畜生、今に見てやがれ。材木どころか。あ、もし。私は鶴蔵と申しまして、私は鶴蔵じゃない、鶴蔵はこいつで、私は藤太郎と申しまして、大阪でやっぱり御用を聞いてたものでございます。貨幣親分のご声明を慕って弟子入りをいたしたく、糸へ登る途中のものでございますが、図らずも。ちょっと待った、そんなに長く言うと俺の真似ができんじゃないか。あの大阪の、いや、あの大阪の、そういうの忘れてしまった。あのこいつとみんな同じ、みんな一緒でござります。どうぞ何とどしてご門弟の端に、どうぞ何とどしてご門弟の端の方に。初めじゃない。あのこれね、少しアホでございます。あのこいつは真似すな。あの至って利己者でございました。あ、またやった。面白い人。なんと言っても私はやっぱり女。本当のところはね、夜はあんまりいい気持ちじゃないの。あんた、あんたたちも一緒にやってくだされば助かるわ。ありがとうございます。ありがとうございます。何か手がかりありましたか？何か手がかりがありましたか？私はって言うけど、日本の子供頃にただ好きだったっていうくらいのもん。一人前の大工になるんだって江戸に立った時だって、お嬢さんに何一つ言い残しはしなかったじゃないの。俺はお嬢さんに何も言わなくたって分かってると思ったんだよ。それがあんたの一人合点っていうものよ。一人合点？身にもなってくれよ。一人合点だったか知らねえが、お嬢さんだけをこの世にただ一人の女だと思い込んで、脇目も振らず、ただ馬車馬のように働いて働いて、つらいこともあったぜ。付き合いが悪いと商売に嫌われ、罵られ、それでも彼らはお嬢さん。
こればっかりを思ってやっと胸をなだめながら働き、ようやくの思いで喜び悲んで帰ってみるよ。おじいさん、その時の俺の気持ちを察してくれよ。トミさん、何を言うのよ。これは財布。これが獲物だ。富蔵っていう大工さんおいでになります？いません。いないんですか？おりませんよ。犯人はね、その犯人は富蔵っていう人です。え？ねえ吉五郎さん。え？あの材木を縛った縄は一人でに切れたものでなく、確かに刃物で切った跡がありましたわね。いや、足は一向に。ほう。ふり。はい。これ。ごめんなさい。黙ってお部屋を荒らしたりして。どういたしまして。ねえ吉五郎さん、これは私が現場で見つけた縄、それからこれはあなたのお部屋にあった縄、同じ縄ですわね。それに刃物で切らなきゃこんな細かい縄くずは出やしませんわね。なるほど、なるほどね。さすがは貨幣親分の娘さんだけあって、鋭いもんですね。ああ、すごいもんだ。ああ、すごいもんだ。えれい。えれいよ。
立派なもんだ。それは確かに刃物で切ったものに違いねえ。それを一目で分かるなんざ、どうしてどうして。これじゃ全く亭主なんざ、裏なりのキュウリと言われても一言もねえところだよ。ね、ええ、はい、どうも、すいません。あんた、しかし、はい、富蔵が足に打ち明けましたところじゃ、おかみさんに恨みはあるが、あの材木は決して。それじゃ富蔵を呼んで調べましょう。富蔵はどうしたんです？ええ、それがどうしたものか、さっきからいくら探しても風を食らって逃げたんですね。さあしな。ねえ吉五郎さん、自分にやましくないものが何の推挙でせっかくありついた職を捨てて逃げるんですか？ほらご覧なさい。もし富蔵さんは私から頼んでこの土地を去ってもらったんです。おしげ、それはおかみさんのためにでしょ。富蔵がおかみさんに恨みを持っていたことは、さっきの吉五郎さんの言葉と今のおしげさんの言葉で証明されたと思います。でもそれは全くあの人の誤解です。おかみさんとは何の関係もないことです。そのことは私との話であの人もよくわかり、自分が悪かったと。でもそれは富蔵が材木事件の犯人でないという証明にはならないと思います。かえってそうわかれば自分のしたことは怖くなって、おしげさんの申し出を幸いにこの土地を逃げていったということになりゃしません。あ、なるほど、なるほどね。おい、現場に落ちていた藁のくずから刃物を使ったと睨んで、疾風陣来富蔵吉五郎の荷物を調べて証拠の縄切りを発見したところなんか、六つ竜門銭形平次顔負けという腕の際、ことに当時駆け出しのなんとか文吉なんかちょっとこのところあたあたというところだわね。もう少しなんとか張りのある返事をしてよ。もっともね、こうきれいにお株を取られちゃ生返事も無理ないところかな。さてこれで材木事件も解決したし、今度は一つ富蔵殺しの犯人を探してやるとしましょうかね。まあよした方がよかろうぜ。おや、聞いてたの？はは、私があんまり鮮やかな手柄をやってのけたもんで焼いてるんだな。だから目明かし根性は嫌いさ。ねえ、手柄なんて誰が立てたっていいのよ。それよりも犯人がいつも早く上がることが大切なことなんですよ。ありがたいお言葉でございますが、まあ今度のことはちょいとあなたなんかのお歯には立ちそうにはありませんからね。あ、じたばた、お動きにならない方が第一誇りが立たないだけでもご近所のためかと存じますがね。悔しい、見てらっしゃい。鼻をかせると悔しがらないように気をつけてね。え、ともかく人殺しがあったんだから大官所の方から誰か来るでしょうが、どうせこんな田舎の目明かしでもじゃ何もできやしないに決まってます。奴らは何しろこれが十分じゃございませんけれに。うん、あなたによく見てみ。おう、富蔵殺しの犯人改めるために証人まかた準備をするで飲み込みの金太が乗り込んだぞ。おたけさん、
悪いと気がつくさえすりゃ、何わしだって殴られる子供より殴るわしの方がどのくらい辛いか、どのくらい辛いか気がしない。お父っつぁん、すいません。お父っつぁん、すいません。もんじゃありませんか。私もまた変な女だと思いましたよ。おう、甚兵衛、この女か。いや、違いございません。じゃあおめえは富蔵殺しの権限人として取り調べの済むまで役所に預かるで。あなた、それでは家吉重がお役職に。やむを得ないだろうな。確かにこっから撃ったものに違いありません。お、撃っておいて、この上から逃げたんですね。あ、そうか。いや、どうもいろいろと親切に教えてくれてありがとう。いや。そうか。
いろいろと親切に寄せてくれてありがとう。ねえ。おいおい。おい、このかんざしはこれ誰だ。あ、それ大木ちゃんのじゃない。これ。え、何をしてだ。おい、大木ってのは誰だ。あの人です。おいおい、これはお前のものか。犯人が逃げるときにこれを落としてたんだ。しからば、これの持ち主は犯人だ。俺の推定に間違いあるまい。この、もし、この、あの、もし、恐れながら、私は駒物屋の山城屋というものでございまして、このかんざしをお雪さんたちに売ったものでございますが、白椿のかんざしは何もただこれ一つではございません。お雪さんのものかどうかを確かめるには、女中部屋行ってこの子の持ち物を調べた上でなければ軽々しく決められるものではございますが。うん、なるほど。どうもいろいろと親切に教えてくれてありがとう。あ、じゃあ女中部屋案内しろ。ねえ、今日このヤバい夢を見に来たのは誰々なの。あの高山堂さんと甲州屋さんと山城屋さんです。じゃあその他には誰も。ええ、うん、そう、ここですよ。ここ。ええ、これだ。かんざしはお雪の荷物の中にちゃんとありましたよ。ん？犯人はともかく弓を射るやつですね。ですからこの中で弓を射るものをお調べになった方がいいでしょう。あ、そうか。いや、いろいろと親切に教えてくれてありがとう。ごついでにお知らせしておきますが、中では甲州屋さん、甲山堂さん、ことに山城屋さんはなかなかのお上手と聞いております。あ、これ。あ、そうか。どうもいろいろと親切に教えてくれてありがとう。ひでえことをするもんだな。どんなやつだ。おい、ジェペさん、ちょっと来てくれ。いや、ちょいとお尋ねしますが、今日ここへ誰と誰が来ましたね。あら、つい今お宅の奥様と。あいつは何て聞きました。代休をしに来たのは誰と誰だって言って。いや、俺の言ってんのは違うんだ。代休をしたしないに限らず、ともかくここへ来たのは誰かと聞いてんだ。来た人と言ったら、宝山堂さんと山城屋さん、宝州屋さん、やっぱりそれだけですわ。三人はこれをやりに来たんでしょ。え、いや、その他に誰か来やしませんでしたか。その他にって…あ、来ましたわ。誰だ。え、ねえ、ジンベエさん、よく思い出してちょうだい。あの道でおしげさんと富蔵しか見なかった。ねえ、誰か他の人に会わなかった。会わねえと思うがな。あ、あったね。だけどそれは橋の上じゃございません。どっち歩いてたの。西の方だよ。西の方というと橋の方ね。え、ねえ、それ誰。ほら、芸者みたいな女と逗留している旦那。よし、新田親分のお呼びだと言って、源氏と豊葉を部屋の外へ呼び出してくれ。へい、行きます。行ってきます。ありがとう。
そうか。おっ、俺はな、一人でこの部屋で考えるから、お前たちみんなも行ってる。あっち行ってみないか。ああしてこうしてああなってあそうか明日じゃこうなるこうすじゃああなるものとは知りながらああして、こうして、こうなったと。ああしておしげが、お役所に連れて行かれてしまってから、私は本当に心細くて心細くて、たまらないの。犯人だという富蔵さんが死んだ、また恐ろしいことはやまないし。おゆき、かわいそうな私を殺されるまでの間でいいから慰め合えてない。私はどうせこのままでは遅から早から殺されてしまうに決まっている。奥様、奥様、奥様、もしもし、なあ、何かご用ですか。おう、てめえさ、誰にこだってここへ入ってきやったんだ。え、おう、なんだろう、俺は今ここに寝したいんじゃねえぞ。俺は今看護師さんだよ。看護師さんだよ、いいか。を代わり代わり呼び出して、藤の間の客の話なら奥様にしただから、奥様から聞かせますよ。藤の間？ああ、源氏のことか。俺はそうじゃねえよ。うん、何かい、理恵さんと昔馴染みかね。こんなガキの時からの喧嘩友達でして、いまだに強情者同士、今も今とて。うめ、ねえことを言わねえもんだ。いい年して他の旦那に恥かくにも当たるめ。あ、行こう。ジベさん、とんでもない濡れ縁でございます。そんな、そんな大したこと柄にもない往生際悪いのね。これ、なあに？お、
これでもシラを切るつもり？それにあの道でお前を見たって証人がいるんだよ。いや実際あの竹の間の野郎にはびっくりさせられちゃいましたよ。え？山城屋さんは琴にお上手ですねってやってにやりとしやった。まったく言うならにやりでしたよ。おかげさまであの目明かしに痛くもない腹を探られて、なんとかして敵を打ってやりたいもんですな。いやまったく。お、そうだ、いいことがありますよ、小山道さん。ね、ほれ、あんたのあの手相本尊も評判がいいから、あいつの女房捕まえて、それで手相を見てさ、ね、あることないこと、あいつの亭主の悪口をうんと言ってやってくださいよ。はあ、そりゃいい。あの女房はこれですからな。旦那様、奥様、おしげ様助かりましたよ。え、どうして？富蔵殺しの犯人が白状したんでございますよ。本当？え、それがまあ誰だと思いになります？藤の間のお客様ですよ。富蔵さんを殺してお金を取ったんですって。うわ、よかったわ、嬉しいわ。おしげはやっぱり無実だったのね。それなのに私のため何も言わずに連れて行かれてしまったんだ。ごめんなさい。あ、どうも。いや、富蔵殺しの犯人が上がっておめでとうございます。ところで清次郎さん、ちょいとの間おかみさんを足に貸していただけませんか。え、どうぞ。実は女房のやつが富蔵殺しを暴いた以上、亭主の足も目明かしという名前を持った手前、おかみさんの犯人をあげたいと思いましてね。それで一つおかみさん自身の口から詳しいお話を受けたまりたいと思うんです。本当にいろいろとあなた方ご夫婦様にはお世話になります。おふじ、さあお供して。はい、おやむ。あ、なぜ おやむ。この度の事件で並ならぬ聞き込み、ぜひお耳に入れてったものが。あ、そうかい。それともいろいろと親切に寄せていただけと。じゃあな、案内してくれ。え、それは実は他県をはばかるんで、ある格好がところで内密で。あ、そうかいし。じゃあ案内してくれ。おお、これは竹の間の奥さん、大変なお手柄でしたな。それほどではございませんわ。あ、もしもし、ちょっと奥さん、あの誠にすいませんが、この鉱山堂が一生に一度もお願い、あなたのようなお方の手相をぜひ拝見いたしたいと存じますが。あの、私の手相なんか。まあそんなことおっしゃらずに、ぜひぜひどうぞ一つどうぞ。この事件の始まる前からずっと怪しかったのはあの男でございます。源氏が富蔵を殺して金を取ったと言いますが、あの金は取られた金かどうか何の証拠もございません。それなのにあの男は富蔵がおしげからもらった財布を持っています。なるほど、いろいろと親切に教えてくれてありがとう。そういやあいつは風呂場からも出てきたし、こいつは怪しいことだけどな。まあ目明かしといっても偽物のいご時世だし、これ油断なならねえぞ。富蔵だって源氏に殺されたとは限りません。源氏が殺したと思って逃げた後、実は富蔵はまだ死なずにいたのを、あの財布を持っていた男が後ろから言って、橋の上から蹴落としたのかもしれません。ああ、怪しいやつだ。これか、これか。困ったな。何か悪いことでも出てるんですか。そうなんです。いいですか、ママ怒っちゃいけませんよ。どうもあなたは亭主で苦しみます。これひょっとすると別れることになるかもしれませんよ。バカ野郎、変なこと言うんじゃないよ。このカラスリ、カラスリ、はばかんながら私と分岐ちゃね、死ぬほど困るやつと一緒になった仲なんだよ。知らないんだね。そんじょそこらの出来合いものとは違って、別品別冊くらいの特別上等品なんだよ。ごちそうさまで。いいえ、どういたしまして。バカ野郎、あれ気をつけて口を聞かないととんだ目に遭うよ。なんだい、
のおたんこだす。あ、おつけですらって出直してきやがれ。もう言わせず低くって五郎屋にお突き出しなさい。口が前から騙されてはいけませんよ。兄は弱とさにむに召し取らねば。いや、いろいろと親切に教えてくれてありがとう。もうちょっと、もうちょっと。やつは必ず引っかかってきますからね。あんた泣くよ、泣くわよ、泣いちゃうぞ。なんで、おう、うん、ひどいわ、ひどいわ。鉱山殿のカラスリが言った通りだわ。出そうな通りだわ。私を捨てて、こんな人と。バカ。ごめんなさい。あ、おいた。こら、逃げたってダメだぞ。しゃあ、何言ってんで、バカ野郎。ええ、私はバカよ。私はバカよ。あの人のために一生懸命尽くしてやったのに。よくも人のせいしょ。お前ごともいい加減にひねえか。だって手相に出てるってそう言ったんだもん。お、こっち来て。あんた。しゃあ、ちゅうされ、ちゅう。こらこら。Thank you.
あきれ返った人だよ。わしはおめえさんみたいにしつこいした見たことはねえ。どうしても足を捕まえる気ですか。違うんで、うん、おめえさんだな、うん、本当の目明かしってことはよく分かったんだ。おかみさんが投げた投げな、な、うん、あれは遠心流で目明かし人には使えねえんだ。なんだそれ。なんでおめえさんにね、うん、今度の事件に関していろいろ教えてもらおうと思ってよ。なんだそれなら早く言ってくれりゃいいね。いやすまねえ、いい手にもいい気が切れちゃってな。それに俺が休んだらおめえさんを逃がしちゃうし、逃がしちゃや手がかりがなくなっちまったと思ってね。苦しかったで。こっちが苦しいや。それにあの犯人ってのは誰で。お前さんに足を捕まえろって告げ口をしたやつだ。あいつか。なるほど。つまりなんですね。人のいい足をごまかして。しょめ、人がいいっては少し足らないってことになりやすがね。まあ正確にやな。じゃあ、わかりましたね。いや、どうもいろいろと親切に教えてくれてありがとう。それじゃあ、足は一方の羽を連れてきますから。あんた人が先帰って逃がさねえようにな。違う。よっしゃ。おいきちゃん。一番怖かった人。そうだったのかい。だけどな、おいきちゃん。俺は今、
おゆきちゃんの姉さんのお墓参りに来たんだよ。姉さんの大好きだった白椿の花を持って。さあ、うん、二人で一緒に拝もう。ちゃんはどうしてあんないいおかみさんにあんなことしたんだい。おゆきちゃん、お墓の下で姉さんの言ってる声が聞こえないかい。ん、よく耳を澄ましてごらん。姉さんの声が、姉さんの声が、姉さんはそんなことをして姉さんの仇を打ってくれるよりも、白椿の花を持ってたった一人この墓の下にいる寂しい姉さんに会いに来てくれる方がどんなに嬉しいか知りやしないってね。聞こえるだろう、ゆきちゃん。この金太がいろいろ取り調べたところによると、から材木事件、さらに2回にわたって台球を使っての当家の御内、お富士さんに危害を加えようとした事件、全部これは同一人の手によって計画され実行されたものである。そうだ、あの裏ババアに決まってる。そうですね。ほら、静かに、材木事件、もちろんあれは偶然の過ちではない。材木を結んだ縄をこの刃物で切ったと見破った者はなかなかすごい目を持っておる。あんた、その鋭さがもう一押し足りなかった。そのためにこの失敗した。あら、失敗？それじゃあ犯人は富蔵ではないとおっしゃるんですか。ええ、あのクズは確かに刃物で切ったクズに添いねえ。しかし何の刃物で切ったかそこまで目通さなきゃいけねえよ。ねえ、富蔵の持ってた刃物、すなわち、長男で切ったクズじゃねえ。長男ならばただ一打ち。このようなクザ、包丁のようなもんで擦り切らにゃこの出るもんじゃねえ。それに長男の場合には材木にこの打ち込んだ傷跡が残るはずだ。で、俺の調べたところじゃそんなものはなかった。
ありませんでしたよ。そうだわ。あら、そうだわ。私、間違ってたんだわ。富蔵が、このお藤さんを恨んでいることが、権限を受ける原因にはなったが、このお藤さんを恨んでいるのは、富蔵一人じゃねえ。例えば、テルハにしたところが。私が？私がどうして？あった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 。おめさん、清次郎さんを脅迫したことはねえのか？あ。それじゃあ、富蔵殺しだけでなく、お藤さんを狙ったのもあの源氏。あ、違う。ああ。お藤さんを狙ってるもな、まだ他にもいるよ。なあ、甚平さん。おめえさん、その名前知ってんだろ？え？言ってみねえ。それは、その…あ、構わねえから言ってみねえ、言ってみねえ。言うねえ。それは、あの…お行き坊でございます。甚平！あの、本当にお行き坊でございますか？ああ、静かに。ああ、静かに、静かに。で、そのわけは？お行き坊の姉が首をくくって死んだのは、清次郎旦那をお藤様に取られたからだと思い込んでおりますので。よし、わかった。おう、お行き坊。はい。おめえ、あの材木の縄を切って倒した覚えがあるんだろう？ちょっと待ってください。何をおっしゃるんです？何です、あんたは。こんな年はもいかぬ優しい気性の女の子を、そんな大それた、誰が何と言おうとも、この新之助は、そのようなことは絶対に、絶対に信じられませんよ。ちょっと待って。おめえさんだったな、格子屋の新之助さんでした。そうですよ。ええ、どうでいい。何もそんな、え、一緒にこの南明法蓮華経と唱えようか。はい。え？いけねえ。あの親分様、それではこの当家のおかみさんを狙った犯人は、あの富蔵でも源氏でもなく、このお雪さんだったとおっしゃるんでございますか？あ、そうだよ。しかし、犯人は弓をあれほど上手に引くもんでしたが、まさかおゆきさんにあれほどの。いや、まあ、ちょっと待って、ちょっと待って。よし、そこだ、行ってやろう。おゆき坊は、ずっと以前、姉さんと一緒に江戸にいた頃、野蛮に勤めていたんだ。弓はその時に習ったんだ。いや、そのことは、清次郎さんも知ってるはずだ。なあ。ヤバの女、お茶屋さんも、そのことは、おいくぼ自身の口から聞いて知ってるはずだよ。なあ、お茶屋さん。どうでいい。そこでだ、せっかくヤバにお茶屋さんを調べに行きながら、このような大事なことを聞き漏らした人もある。ねえ。あんた、大球を引きに来たものと聞いたところに抜かりがあるんだ。こういう場合、弓を引く引かぬにかかわらず、とにかくその矢場へ足を踏み入れたものと、こう聞かなくちゃいけねえよ。ねえ、そうでしょ、おみつさん。そうですわ。あんた、だから風呂場から狙ったうち逃げたのはおひぼ、おめえだろ。私です。私に相違ございません。これやいり、てめえ、まあまあ、なんてありやるだ。えまだ年はのゆかねえ小娘を使って
当家に仇を仕言うなんて。おう、大それた罪はな、全部俺には分かってるんで。おめえは本当に罪深いやるだで。え、嫌がる、おいくぼを責めさえなんで、姉の仇をし、しなければぶったり蹴ったりよ。あ、それは確かです。私はその現場を見ましたが、まさかそんな事情でとは。そう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 、そうだろう。やいり、てめえまだこれでもしらを切るつもりか。え、それじゃなんだ、おいきぼの腕をまくって血だとに物を言わせようか。どうだり、一枚。なあ、おい、行ってしまえねえよ。お父っつぁん、どんな親でも子供はいつまでも生きていてもらいたいもんだぜ。なお、いきちゃん。投げ縄ってやつはこんな風に使うために習うもんだぜ。分かっとる。ねえ、私やっぱりダメね。何から何まで全部失敗し続けだったのね。うん。本職ってやっぱり偉いのね。あんな頼りなさそうな、少し足りないぐらいに見える人でも、私なんかと段違いに正しい裁きをつけるんですもんね。うん。ねえ、私もうこんな道楽やめてただの女房になるわ。うん。だけど悔しかったわ。あの人どうしてあんたによく分かったのかしら。まるであなたが調べてるみたいにテキパキしてたわ。だけどあの人少し頭が悪いのね。いちいち手帳出したりして調べたりしてさ。あんたなのね。あんたが黒幕なのね。うん、ひどいわひどいわ。どうしてあんな人に手柄を立てさせて女房の私の恥をかかしたの。うん、だから目やかし根性は嫌になるよ。どれが手柄を立てたって本人を早く上げることが大事なことさ。そうでしたね。こうしてこうなってから、こうなることとは知りながら、ああしてこうしてこうなってこなって、これで事件は